はい、どうも、のりすけです。今日は激安のデジカメを買ってきました。このデジカメはですね、某電気屋で3500円で、500円くらいで買いました。ジョワイユっていうところのブランドですね。聞いたことないですけど、どんなものかちょっと見てみましょう。箱の中身はこんな感じです。説明書。で、中身なんですけど、こんな感じです。大きさはこんな感じ。4倍までズームができて、12メガペクセル。あとなんかよくわかんない数字書いてます。これのストラップは100円ショップで買ったやつです。ちょっと電源を入れてみましょう。ちょっと安いんでちゃんと取れますかね。あ、ちなみに、SD カードは別売りでした。ちゃんと入れています、ここに。取れるかな。取りました。この右のでフラッシュで、これでタイマーですかね。左ボタンで動画も撮れるらしいんですよね。この下のボタンで音声も撮れます。ディスプレイメニュー、これゴミ箱ですね、このボタンは。で、ズーム、ちょっと画面が非常に悪いです。安物ですから。まあ3500円だったんでね、安売りで。まあこんなもんですかね。はい、以上、激安カメラ3500円のレビューをしました。ありがとうございます。